となっております。で、スターパイマーの主食というのは竹や竹の子、3分の2を占めるんですけども、こちらにいるレッサーパンダ2頭とも、リンゴは大好物なんです。今ねむしゃむしゃ食べてますね。リンゴ食べてます。で、レッサーパンダ、今ね一生懸命こうリンゴ食べてますけども、実はレッサーパンダというのは、物を握るのには、苦手な手の形をしているんです。でもこんな風に器用に、掴んで物を食べているっていうのは、皮膚のところに出っ張りがあって、でそれが人間の親指と同じように、使って物を食べております。でその出っ張りというのを、手指骨と言います。そういったね手指骨をまず使って食べているといったところも、観察しておいてください。そうですね、ここで、簡単にですね、飼育員さんに質問したいと思いますけども、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、レッサーパンダですね、夏、実は結構弱い動物と聞いていますけども、そんなんだ、やっぱり元気ってなくなってきてしまってますか。そうですね、レッサーパンダが寒いところに住んでいる動物なので暑さは苦手です。今日みたいな暑い日は中にエアコン、冷房を入れておきますので、